スマショー中チャンネル。谷口壮志です。はい、村山素直です。いやー、行ってきましたね。最高でした。うん。今見られてる方はこれ初めて見てるかもしれないですけど、僕らはもう行ってきました。ここに。はい、行ってきました。これね、また勉強になるっていうか、最初に言われたのがね、なんか、焼酎の真ん中だみたいなことを言われて、最初ちょっとポカンとしたんですけど、やばかった。もうね、あの伝統を守りながら手作りで全部作ってるんですよ。そう。で、これね、ちょっと一つ一つ見てほしい。いや、どこまでの手作りかっていうことですよね。で、今までほら、ね、これ見られてる方も、いろんな酒蔵見られてると思うんですけども、全然違いますよね。全然違いますね。作り方違うし、あ、ちょっと、つまり考え方が違いますよね。そう、本当に面白いし、しかもね、まあこう、そもそも赤ラベルって、ちょっと攻めすぎですよね。でもね、これに負けないぐらいのこの味の良さっていう。いや、本当にこれ、ぜひぜひ、この続き見てくださいね。うん、で、最後にですね、ね、プレゼントまたいただきましたね。はい、いただきました。視聴者さんにプレゼントいただいてますので、ぜひですね、そこまで確認してください。それでは、VTR、どうぞ！スマショー中チャンネル！いや、来ましたよ。これ、はい、この赤い看板で有名な。那須酒造ですね。これどこにあるんですか？ここはですね、熊本県の球磨郡多良木町久米になります。はい、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。はい、行きましょう。知り合いですかね？ですね。ここは私の村山さんの後輩になりますので。おお、昔一緒にちょっと飲んでたんです。ああ、そうなんですか。このね、この熊の泉は聞いたことあるんですよ。途中は、はい、申します。隣にいらっしゃるのが、この那須酒造のですね、専務取締役でよろしかったですかね。はい、の那須祐介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日紹介してくださる焼酎は何でしょうか？はい、こちらにあるんですけども、うちが創業よりですね、作らせてもらってます、熊の泉という銘柄になります。はい、これが一番こう古いってことですか？そうですね。はい。うちのがですね、大正6年の創業なんですけども、はい。もうその、創業の時からですね、もう作ってる焼酎になりまして、2種類ですね。まあ、高温で蒸留して、はい、コクを追求したこの蒸圧蒸留という焼酎ですね。はいはいはい、あと、さっぱりとした、低温で蒸留した減圧蒸留の熊の泉と、この2種類が代表的な銘柄になります、ね。なるほど。じゃあ、はい、今日ですね、この、まあ、こだわりとか作り方とかちょっといろいろ聞いていきたいんですけども。スマショー中チャンネル。あ、こっち？一応こっちがまあ、蔵の。あ、本当だ。蔵の中。あ、もうすぐこっち側にあるんだ。いきなり亀が埋まってる。うわ。うちといえばですね、まあ、手作り。はい。はい。が、これがもう一番のうちの特徴になります。まあ、端的にうちの焼酎の特徴を表すとですね、ど真ん中の焼酎と。ザ・焼酎ってことですか？ザ・焼酎と。おー、楽しみ。おー、はい。思っております。まあ、やはりずっとお客さんがですね、ずっと長くこう飲んでいただけるということが一番の目標になりますので。だから、熊、焼酎の中のその真ん中のレベルという意味ではなくて、調和の中でもう、ど真ん中を行きますよっていうことですね。はい、熊焼酎チャンネル。一応こちらでは、はい、まずお米をですね、うん、洗っていくという作業になっていまして、はい、まあ、実際的にはこの中にお米が入ってですね、そこにあるこの、うわ、なんか見たい。うんうん。こちらで回して洗っていくよ。お米をここに入れて、水を入れて、ここでこれを持ってこう、まあ、研ぐっていうのなんですかね。さすがトレーナーではこれを持ち上げて、はい、流して、はいはいはい、まあ、なかなかすごい重いです、ね、やっと樽でやるんですね。おお、結構なトレーニングです全部そこに結びつけるみたいな、まあ、これに米が50キロも入って水も入って持ち上げることになるので。あ、なるほど。50キロなんですか？そうですね、まあ、1回に洗うのはだいたい100キロぐらいとか、そういう感じなんですけど。ここに、はい、100キロのデッドリフトですかへえ、ここで洗って、そうですね、洗って、はい、まあ、米に水を吸わせて、うんうん、浸積させてですね、まあ、ちょうどいいタイミングでそちらのザルの方に移してから水切りを行います。
まあ、お米 の、 あの水分量を調節して、ね、マジか。じゃこれも全部だから本当に手作りだ、うん、あそうですこれもゆうすけ一人です。基本は、はい、今日はいないですけど、うん、あのうちの、まあ、いとこがちょっと一緒にやってるんですけども、うん、はい、まあ、その二人でですね基本的にはやってる。はあ、人間と洗って干して、ほんではその古式ですね、でこちらでお米を蒸して、何ですかこれ。こういった古式で、こんなの初めて見た。ここに米入れてこのまま蒸すんですか。そうですそうです、はい。だから蒸す作業はこれでやるってことですよね。そうです、はい。ですね、今まで何個か見てきて、こうなんかドラム缶状のやつでこう蒸してやりますよみたいなことを聞いてて、あ、そういうもんだと思ってたんですけど、こんなこう、なんですかね、まあ言ってみれば原始的なものがここにあって、もうひねればお湯が、お湯の蒸気が出るような感じですよね。そうですね、はい。うわ。まあこういった木桶なんかもずっと使っていっているんですけども。ね、はい、これもね。これも大正時代から。いえ、もうそれはいろいろ修理をしながらということにはなるんですけども、まあ、できるだけ大事に使っていくっていう形にはしてますね。こりゃ手作りだわ。昔の作り方として飾ってあるようなですね、はい、ああいったもの、道具を使いながらまた仕込みもやっているっていう感じですね。だからこれがまだ現役ですってことですよね。現役ですか。この令和の時代にまだ現役で使われてるってことですね。はい、そうでございます。いや、これね、これファン増えますよ。ありがとうございます。ねもう、もうちょっと心つかまれましたもん。何これみたいな。あ、ありがとうございます。まあ、なので、ただそれ分ですね、労力だけはもう、ですよね。例えば機械で作ったりするよりも、もう倍とは言えず倍以上やっぱ使っていきます。効率で考えるとやっぱそうなりますよね。そうです。その分、こう、そこにこう、なんですかね、こだわりを詰めてであると。これですよ令和ですよ、今。これですよ。熊焼酎チャンネル。何ですか、今度は。それは麹無糖になります。はいはいはい。ちょっと今は入ってないんですけど。うちのまたさらに一個特徴なのが、はい、その上にの方に飾ってある、うちでも、諸豚と言いますけども、はい。はい、さらにですね、1日目を床の方で寝かせて、で2日目になればですね、さらに小分けしてからそれを一個一個丁寧に混ぜていったり、ちっちゃいのに入れて一個一個こう混ぜていったり しますですね。で例えばその小さな小箱に入ったその麹なんですけども、はい、はい、例えば上と下では温度が違ったり、うん、違いますよね、はい、うん、今度は右と左では温度が違ったりとかですね、そうやって今はちょっと開いた感じにしてますけど、閉じた時には温度が高くなるし、ちょっと開けば温度がじわじわと上がっていくし。ああ、あそこのこの、こう重なってるこの隙間でまたこの温度が変わるってこと。はい、この工場の作り方やってるってところはもうかなり少ないと思います。もう珍しい何件かぐらいだと思いますね。でもやっぱ工事で特徴がこう、ね、変わる。うん、ああ、いや、でもね、手間暇かかってるっていうのはすごいわかる、うん。ありがとうございます。まあ、ここで工場を作ったら、向こうの亀蔵の方があります、ね。はい、仕込み蔵の方があります。で、そこまではまた手作業で運ぶ。できた工場はこういうのです。そうなんだ。リーシャーとかじゃなくて。そうなんだ。熊焼酎チャンネル。そっか、じゃあここで発酵させるんですね。そうです。これも数週間。そうです。まあ、まず麹を作ってから、大体まあ、麹を作って、水と脂肪を一緒に入れましてですね。はいはい、まあ、それを一時仕込みっていうんですけど、はい、まあ、大体それから1週間程度。はい。それから、まあ、熟成を重ねたら、さらに水とですね、蒸したお米を加えた、まあ、二次仕込みっていうのを。ああ、二次仕込み。はい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 、はい。それから2週間ぐらい熟成したら、まあ、大体はもろみは出来上がっていきますので、はい。そこからが、まあ、上流ってことになりますね。二次仕込みも、この同じ樽で、ここでも二次仕込みまでやってしまうんですか？やってしまいます。ああ。で、うちはまあ、こう見て分かる通り、亀での仕込み。ですよ、ですよ。普通、こう、なんか青い、大きなこのドラム缶みたいなのにこう入れるって、そこで仕込むっていうのは、
見てきたんですけど、いきなり亀で仕込むんですか？はい、うちはもうすべて亀の方で仕込んでいきますので。うわー、はい、だからどう考えても大量にはできないですよね。そうです。もううちはまあこういった作り方ですので、あの手間もかかります、時間もかかるということで、大量生産っていうのはもうできません。パチパチしてるって形じゃなくて、あのこうやってまず上の方に固形物があります。おー、はい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 。まあ、香りもちょっと酸味の入ったような甘い香りが。ちょっと匂ってみていいですか？はい。あ、本当だ、本当だ。ちょっと酸味がある。そうですね。他のところでは、もう、米の方を入れていって、お米でいきたいなって。あ、この下は、はい、上にこの層がこう溜まってるだけで。はい、そうなります。へぇー。この、地面に、こう、いけてあるっていうのも、はい、やっぱ温度管理ですよね。あ、そうですね。温度管理で。はい。やっぱり、あの、亀、地中に埋まってますので、うんうん、まあ、暑い時には、あの、冷ましてやる効果がありますし、うんうん、逆に、あの、寒い時には温めてあげる効果があるし。ということは、外部から、はい、あの、温度の調整するっていうことはもうないってことですよね。うちの場合は基本的にはそうないです。はい。まあ、混ぜたりとか、あの、はい、貝を入れたりっていうのはもちろんあるんですけども、はい、できる限りは、その中のもろみの温度調整っていうのは自然に。自然に行われる。これ、年に何回ぐらい、この一つの亀で作られるんですか？はいはい、この一つの亀だけで見たときには。そうですね。だいたい1日の仕込みで、亀の2つを使っていくんですけど、はい。はい、まあ、それを毎年繰り返して作っていきます。あ、もうじゃあもう遊びなしでどんどんとこう、うでここでこう入れ替えていくっていう感じなんですか？はい、ああ、そうなんだ。完成すれば、あの、空いてきますので、はい。そしたらまた新しいものを仕込んでっていうような形で、ずっと回していく。あ、じゃあこの亀をここをもうフル稼働させてるってことですね。はい。はあ、そうなんだ。熊焼酎チャンネル。まあ、これが、まあ、蒸留機ですね。はい。はい、でうちでは、その、先ほど、あの、説明した通り、はい、熊の泉、蒸圧蒸留、高温で蒸留する蒸圧蒸留というタイプと、はいはい、あの、低温で、あの、蒸留する減圧蒸留というタイプがありまして、まあ、うちは、その、どちらも、させていただいている。あ、これが何ですか？これ、あ、これがこう、できたすぐの。そうですね。確かにちょっとガスっぽい匂いがする。うん。1ヶ月で作るようだけども、実際は3年ずっと作ってるっていう、うん。アルコールにはなるけどってことですよね。アルコールにはなるけど、そこからこう熟成期間があると。うん、そこからが長いです。そうなってるんですね。でこればかりは、あの、時を早めるわけにはいきませんので、どう、あの、技術を尽くしても。やはり時間にはかなわない。なるほど。熊焼酎チャンネル。視聴者プレゼントのですね、応募方法の仕方についてお話しさせていただきたいと思います。熊焼酎ファンクラブと探してみてください。プレゼントのお申し込みはその下です。その下の黒いところ。こちらをですね、選択していただいてですね、でこちらから入っていただきますと、自動的にですね、プレゼントの応募のエントリーが、エントリーになりますので、それで我々がですね、くじ引きで、このですね、プレゼントをですね、お送りさせていただきます。このボタンを選択する、そこから選んでいただいて、そこからですね、お申し込みをよろしくお願いします。熊焼酎チャンネル。一滴までこう大事に。何イメージ上げようとしてるんですか？今完全に意識したでしょ。最高です。